よし、続きをやっていきましょう。今日はちょっとメインジョブをやっていこうと思います。で、ちょうどここからね、話もね、聞いていきましょうよ。ちょっとメインジョブでね、この停電の下りがね、あったんでね、パナムとのミッションで、なんか EMP 発生させて、この、AV を落とすっていうミッションがあってね。で、それでちゃんとストーリー進行でこういうニュースが流れるっていうのがいいっすよね。停電よ、つってね。発電所それをね、俺がやりました。はい。AV がね、目の前で落ちてますね。それによってね、まさかね、スコーピオンとかね、リッチーは無事でしたけどね。1億2000万エディ。結構な損害っすね。やらかしましたね。はい。根性だ、B。よかった。これサムネにするのもいいよね。なんか、転換の時とかでね。はい。ちょっと、そういったところでね。まあ、進めていきましょう。続きを。で、今、状況として、まあ、場所はここにいるんですが、ちょっと、あれとか、そうか、移動しとけばよかったな。まあ、ちょっと状況も説明しつついきますか。次、罠にかかった獲物じゃなくて、これっすね。結構ずーっとあったミッションなんですけど、Down on the Street。ストリートの上にて。ちょっとこのミッションをやろうかなと思います。なんで、ウェストブルックに行かなきゃいけないと。なんで、ちょっとね。マップ的には結構移動するんで、まあちょっとここはファストトラベル使って、ここぐらいに移動して、ここから移動しようかなと思ってます。はい。じゃあ、ちょっとそこに移動しながら、移動しながら、じゃないな。ちょっと待ってくださいね。どうしよっかな。どっからやろうかな。まあ、ストーリー行くか。じゃあ、そこも説明しながらにしましょう。ダウンザストリートというね。じゃあ、メインジョブ、スタートします。サブロー・アラサカのボディーガードから連絡が来るとはな。それが竹村ですね。そんな未来が来ると聞かされてたら笑い飛ばして信じなかっただろう。おまけに、今度はその竹村って男と会って、こっちの情報すべて渡すだと。どう考えてもまともじゃねえ。だがまあ、やるしかねえ時もあると。はい。で、もうすでに、ちょっと竹村ミッションというか、まあ、ここら辺ですよね。その、ゴーストタウン、まあ、ヘルマンを探すっていうくだりもやっちゃいまして、で、ローグ、アフターライフでローグにいろいろ話を聞いたら、まあ、パナムと協力したらいけるぞと。で、パナムと協力して、さっきの冒頭のね、AV を落として、で、その AV の中に、ヘルマンがいましたと。で、ヘルマンがいまして、で、そのために、まあ、EMP とか使って、その AV を落とすと。で、その時に、ね、ノーマットのね、仲間だったね、スコーピオンが亡くなっちゃったりとか、ちょっと予期せぬ出来事もいっぱいありつつ、で、それで捕まえた上で、まあ、一回捕まえていろいろ尋問して話を聞いて、ここら辺の話が超重要だったんですよね。レリックについてっていうところで。で、一番最後に、竹村に引き渡すみたいなところまでだったんですよ。なんで、ちょっとストーリー的に前後しちゃうのかなとちょっと思ってますね。もうちょい早めにやっとくべきだったのかな、これを、みたいな。まあ順番で、まあエブリンのやつをやりつつ、やった後に、まあこのパナムのやって竹村かなってちょっと思ったんですけど、その、ヘルマンをもう引き渡してしまったが以上、このストーリーはどう変化するのかっていうところはめちゃめちゃ気になってますね。なんで、まあ、それも含めて、もういいか、走りながらでいい。てかもう、これは車を呼ぼうよ。スコーピオンでいいよ。そうっすね。それがどう影響していくかですよね。お。
じゃあね、またね。うん、もう喋れない。うん。で、まあその、ちょい前のね、このミッションで、まあサイドジョブだったんですけどね、パナムと若干の、ロマンス的な展開もありつつ、うん。で、まあ、どっちかというと、そのバッドランズでの活動みたいなところを頑張った感じですね。はい。で、ようやくメインジョブ。さあ、ちょうどここですね。このモーテルで、サンセットモーテルで竹村に、ヘルマンを引き渡してるんで、まあ、ほんとそれがどうやってどう進むかですよね。おぉ、大丈夫か、レリックは。うん。で、ここでまたジョニーと、会話したりとかっていうミッションもあって、うん。だってね、まあ、とりあえずそんな感じで、竹村に会うと。うん。なんで、まあ、こっからサンセットモーテルから、ここ場所なんで、ここちょっと入っちゃうとメインジョブ始まっちゃいそうな気もするので、なんかトークの話とか。シルク通りから、こうやって、行こうかなと。余ってます。よし、じゃあ行こう。はい。まずは、まあね、使いたくないんだけどね。ちょっとさすがに遠いっていうのもあって。はい。ちょっと使っていきましょう。ここのテキストとかもね、ちゃんとなんか、まとめたいよね。その、なんかヘルプというか。うん、よし。はい。若子岡田、クワドラターボ販売ジュエア。添付の、まあ、車系のね。車系は一旦ちょっとスルーにしましょう。違うんだって、それ見ちゃうと始まっちゃうんですよね。これをやるんです、今は。で、ちょっと、行く前に、一旦ちょっとキャラクターのレベルアップしてもいいですかね。うん。で、まあ、方針としては、もう相変わらず、まあ、知力もマックスいったんで、ちょっと意思かなっていうところ、これもまだ気になる、ってか、全然わかんないですけど、まあちょっとに、あれなんですよ。ね、さっきのミッションで、銃、これですね、グラードオーバーウォッチっていう、結構俺の理想的なスナイパーをゲットしたんですよね。カスタムサイレンサー付きで強くて、みたいな。で、これパワースナイパーライフルなんで、うん、なんか壁貫通とかっていうのがあるんじゃないかっていうのもあって、うん、ちょっとこれができたらめちゃめちゃ強いんで、この、武器を使うために6必要なんで、ちょっとその6にまで一旦肉体は上げていこうかなと、あんまり上げないできたんですけどね。なんで、じゃあ肉体を2個上げます。はい。はい。肉体上げて、で、パークポイントに関しては、ちょっとクイックハックは結構上げてきたんで、まあ、ここら辺も上げたいところなんですけど、ちょっとブリーチプロトコルをもう結構使うなっていうのも分かったんで、バッファー最適化で効果時間を 100% に伸ばしましょう。と思います。はい。という感じですかね。まあ、とりあえず、パークというか成長は、あの銃を使いたいというところでね、ちょっと行きたいと思います。で、まあ、情報、これから会うやつに関しては、まあ、サブロー・アラサカの、護衛でいた五郎竹村というものがいまして、その五郎竹村が、まあ、もう年齢ショーンを殺しちゃったりとかもしたりとかしてて、で、まあ、もう荒坂離れてるんですよね。荒坂離れて独自でいろいろ調べている感じですね。はい。タブローを殺したやつを、どうす、の復讐みたいなところですよね。はい。で、まあ、俺は全部知ってんですけどね。うん。まあ、どこまで言うかって話なんですけどね。はあ。で、まあ、ここのヘルマンさんをね、捕まえて、もう竹村さんに渡しているっていうのが、ストーリーで関係、ちゃんとそこら辺は、なるのかな？で、捕まえた先で、さらにどうなるかですよね。荒坂に行けとか言われるのか。ここはバッドランズじゃないから、ジャッキーのアーチにしようかな。あ、もう来てる。あ、いや。
ませんね。よし、じゃあ乗りましょう。はい。久しぶりに都会に来たなぁ。ずっと砂漠だったからなぁ。まあ、砂漠も砂漠でね、めちゃめちゃ面白かったけどね。わぁ、すげぇ。一気に都会だ。そんな遠くないのにね、なんであんな格差が生まれてしまうのかね。いやぁ、どういう反応するんだろうなぁ、竹村さんが。ほんと。これ、ボディーガードに先に会ってからの竹村なのかな。で、まあ、どこまで情報を喋るかっていうのもあるんすよね。あいつもあいつで荒作家、うわ、危ない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 。荒作家人間なんでね、ちょっと信用たるかどうかみたいなちょっとありますよ。 あそこにタロットのマークあるからついでに取っとこう。いや、まあいいか。とりあえずメインミッションを集中する。タロットはタロットで別で、なんかあそこにあったアイテムとかちょっと気になっちゃう。一応道なりに。おキャシディからだ。なんだっけ、パナムと、てか、あれだよね。アルデカルロスのメンバーだよね。はは？キャシディライター。お前とパナムは随分と仲良くやってるようだな。そのままうまくいくとことを祈ってるよ。もしお前が原因でうまくいかなかった時は、近くの木まで引きずってって、吊るし首にしてやるからな。もし、もじゃない、もちろん公正な審判を行ってからだ。よく覚えとけ。こーわー、もう何その周りから固めていく感じ。まだそこまでがっつりとしたロマンスが発生しているかって言ったら微妙なところなんだよね。ちょっと自分もまだパナムとの関係をどうしていくかみたいなのもまだ決めてないし、なんか中途半端な選択選んじゃったしな。うん。けどまあまだそこまでがっつり踏み込んではないけど、去り際にキスをされたっていうね。いやー、ちょっとなー、なんか、ずるいよね。やり方がちょっとずるかったよな、俺が。っていうのは、やばいね。これはちょっとやられたな、キャシディ。吊るし首か。まあけどね、それだけパナムのことを大切に思ってるってことですよね、キャシディとかはね。てかもう、施設の人じゃない、あのね、やっぱファミリーだからね。家族のように思ってるっていうのはあるんでしょうね。わーお、いいね。この絵めちゃめちゃいいな、これ。おー、今ね、このモノレールが通ってる感じとか、AV 飛んでる感じとか。そしてこの若干の水のね、てか水のリフレクションが本当にいいんすよね。何度感動してるかわかんない。あの水た、右の水たまりがもう素晴らしい。やっぱ水あるとね、ディティール上がるよね。大丈夫これ、なんか。部活に行くと、あ、出た。これで、なんか止まるとたまになんかバグるんですよね。まあ、いっか、ここに車置いといて。すげえなぁ。うん。ミッチーからも来た。え、あ、スコーピオンたちの葬儀を開くんだが。ああ、マジで？行く行く。ミッチー・アンダーソン。あのね、スコーピオンとミッチーとパナムはすごい仲いい感じだったんですよね。そうか、葬儀開くのか。お前も来るかと思ってな。別れを告げて空に銃を撃って弔うんだ。うん、行くけど、そのミッション始まるのかな。ちょっとまた戻るのも大変だけどね。え、てか、それに対してなんかレスポンスできないね、今。ミッチミッチ。てか意外ってかさ、そもそもあれだった、忘れてた。なんかもう、電話できまくるんだよね、ほんとに。キャシディにもできんじゃん、これ。ちょっと電話してみる？出んのかな？出ないんかーい。出ないんかーい。ちょっとこれ電話するタイミングもあるよね。多分。エリザベス・ペラレス。ああ、はいはい。なんかこれね、浮気かなんか不倫かなんかしてるみたいな人のやつでしょ。ママウェルズ。ジャッキーとかさ、定期的に電話したらどうなるんだろう、これ。ちょっと電話します。ああ、特にないのか。なるほど。特にないんだな。すいませんね、ちょっとまた。あ、ママウェルズじゃねえわ。ミッチーだ、ミッチー。あ、ママウェルズには連絡できる。マジかよ。
最近この辺はどうだ？この辺で何か面白いことが起きてる。この辺って何？面白いこと？ここで？ここでってバッドランズのあたりだよね。だから子供たちがみんなギャングに入る。てかモモエルズのお家ってどこにあるんだろう。未来もない奴が行き着く先はどこだと思う？無所。それか墓場よ。なるほど。ここら辺はずっと昔に死んだの。そうか、バッドランズで聞いとけよかったな。少しは落ち着いた？うん。息子を亡くして落ち着けるわけないでしょ。そうだよね。ごめん。あ、いやいやいや、ごめん。ごめんなさい。うん、こっちはこそなんかな。ごめんね。うん。その。はい。あの子の泣き殻さえないのよ。そうね。それは本当にごめん。葬式は残された人のためにするものって言うでしょ。言うね。ちゃんとしたお葬式もしてあげられないで、どうやってあの子にお別れを言えばいいっていうの。ミープロピオイホ。何それ。しっかり守れず、ちょっと俺もその泣き殻に関しては、あ、ごめん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 、悲しいことを思い出させてしまって、ね、本当申し訳ない。そうだな、ちょっとね、その泣き殻については本当どっかのタイミングでね、なんかゲッ、取り返してくるからね。まあそれがないっていうのが本当にね、なんか逆にいろいろありそうな気配はするけどね。レリック化されてたりとかもありそうだなと思ったりとかね。じゃあちょっとミッチー電話してみましょう。ダメか。ミッチーダメでしょ。じゃああとは、まあパナマはまあいいよ別に。ソウルブライト。ソウル出るかな。あ、出た。サンチアゴ。なんで。かつてノーマットだった。サンチアゴって。サンチアゴって何者だ。イエス・キリストって男を知ってるか。そんな話。最近サンチアゴの話をよく聞くな。友達が昔一緒に仕事をしてたんだ。はんはん。相当な年のやつだろ。何サンチアゴって。確かに彼は伝説だ。心の師匠とまでは言わないが。その当時英雄だったな。チェゲバラみたいな。何か思う。実際はそこまでの人物じゃなかったと。あった。彼は都会を制したノーマットと呼ばれてる。へえ。そんなのは妄想だ。妄想。クランに忠実かどうか、それだけだからな。なるほど。友人に忠実であることが評価されないのか。サンチアゴのようになりたいならそれでもいい。タイガークランズ。友人がアラサカをぶっ潰そうとして一緒に死にやがった。ああ。皮肉だろ。アラサカをぶっ潰そうとして一緒に死にやがった。へえ。あー、ちょっとそれもまた興味深いというか、これはもう聞いたからいいんだけど。サンチアゴって男を知ってるか。あ、やべ、消せない。イエス・キリストって男を知ってるか。っていうぐらいの話ね。最近サンチアゴの話をよく聞くな。友達が昔一緒に仕事をしてた。友達ってさ、相当な年のやつだろ。確かに彼はジャッキーの、じゃあジョニーのことだよ、ね。俺の心の師匠とまでは言わないが、その当時英雄だったのは間違いない。はい。じゃあまた。それじゃ。竹村ってこれさ、電話できんのかな。会う前にちょっと電話してみて。あ、出た。おわお、いっぱい話せる。これちょっと、あ、重要だったな。これ行く前に聞いとこう。元気にしてるのか。そうだな。ああ、だが急にどうした。うん、いや、いろいろあってな。ただあんたに死なれちゃ困るからな、にしとこうか。ただ聞いただけだってなるとまた語弊が生まれそうな気がする。あんたに死なれちゃ困るからだ。まさか忘れたのか。もちろん覚えている。なら、ね、ナイトシティは風邪をひくより鉛玉をもらうことの方が多い。確かにな。結構ね、その企業側にいるからこそね。自分のことを心配した方がいい。はい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 。で、どこにいるんだ。どこにいるんだ。まあけどここにいるでしょ。他にどこが。まあそうだね。答えになった。本当だよ。お茶目な。お前が敵に捕まった時のためにも、俺の正確な所在は知らない方がいいのではないか。知らねえって言った今。なるほど。知らないじゃん。ここに来てナイトシティを気に入ってきた。おお。この街の地下は潜りやすい。ああ、だいぶ慣れてきた。あとは飲み水がないことにさえ耐えられれば。企業のね、ずーっとね、荒坂の。説明しなくていい。サブローのそばにいたらさ、だいぶ贅沢の暮らしはしてたろうからね。いきなり変わったよね、多分ね。じゃあ、荒坂の様子どうなんですか。ああ、それちょっと気になるね、普通に。マジかよ。もうちょっとなんかつてないの。
どもが、クグツどもが事態は収束に向かっていると訴えている。まあそうね、それはニュースで見たけど、うん、それは分かってるよ。だからそこからさらにどうしてんだって話なのよ、こっちは。竹村さん友達いなさすぎたでしょ、多分。争うかね、パレードの件完了している。あとは地を待つだけだが、それが一番難しい。これ以上はパレードの件ってなんだっけ。電話でするような話ではないからな。花子のパレードだ。被害妄想が過ぎるんじゃないか。そんなことあったわ、そういえば。うん、そうね。被害妄想でも生きている方がよかろう。なるほど、よかろう、よかろうなのだ。まあそうだね、確かに。うん、それはまあ、なるべくね、慎重に行った方がいい話だ。準備は進んでるかは聞いた、どこにいるんだも聞いたから、じゃあまた話そうでいいかな。すぐ会えるからね、ここで。おう、じゃあな。オッケー。で、なんか、B じゃねえわ。竹村さんね、結構ね、メッセージがね、のやりとりがね、お茶目なんですよね。これだ、今まさにこれの、この話だね。今まさにこの絵だわ。この、中二病みたいな暗号を送ってきてさ、この端末は安全な回線を使用してきた念のため。もう、ジャパンタムも自分でやっときながら、ちょっと恥ずかしくなってるわね、この弁士を書いた時ね。会うのは夜だ。俺はお前を尾行されてないかを確認してから姿を現わかると期待した俺が浅はかだった。わかった、じゃあな。行動なき理念は夢。理念なき行動は悪。覚えておくべきだ。行動なき理念。理念っていうのはあれだけど、まあそうだね、確かに。理念なき行動。なるほどね。じゃあ行動ある理念っていうのが大事ってこと？まあいいや、とりあえず行くか。で、あとなんか事前になんか復習しておくべきことってあるかな。パナムは特にでしょう。パナムもね、結構いろいろ悩んでんだよね、ファミリーについてとかさ。まあそれに関してはいいとして、オッケー。じゃあ、まあ。なもんだ、かな。よし、じゃあ行こう。会いに行こう、竹村さんに。そうだよね。一応電話ラインナップではもう、いろんな人にも電話できるけど、ローグとかも電話してぇなぁ。赤子。にも別にいらないか。本当に多いな、これ。すげえなぁ。ここもテキストいっぱいあったら嬉しいね、ほんとに。メタルギアみたいな感じなんだ。メタルギアの無線。さっきのね、あの写真の絵で。だって、竹村さん来ましたよ。竹村さん、どう？寄りかかって竹村を持つ。いや、ここの絵はほんとにいいね。ここの絵って、なんかもうサムネにしてもいいかもしれない。はい、来た。夜？この銃は、あのミスティからもらった銃だ。銃弾だ。随分と人目につかなそうな場所を選んだな。そうだね。荒坂がよく見えるぜ。そうだな。ひどい格好だな。いや、そう。別にかっこいいと思うけどね。ひどい格好だな。デッカードみたいな感じ。インプラント、金、尊厳、全てを奪われたらこんな見た目にもなるさ。なるか。いやいいね、この雰囲気が。街で人目を引かなくなったからな。まあそうだろうね。じゃあお友達はどこだい？友達は。織田ならもうじき到着するはずだ。織田。そろそろ何者なのか話してくれないか。本当だよ。花子様の。花子様の。マジか。サブローアラサの娘で。空母で今空母でね、来ててみたいな話はなんかニュースで言ってたよね。そうだな、確かに。会ってどうするかって話よね。コーポレート話ができるから、そいつに裏切られる可能性もある。本当に信用できる相手なのか、荒坂の掟を優先しなければいいが。そうね、荒坂の掟はね、俺も知ってるから。まあちょっとね、そいつが荒坂の掟を優先しないといいが。掟とは暗黙のルールだ。日本の本社は知らないが、ナイトシティではそういうものがあった。
あ、そうか、日本の本社出身なのか、あなた。尋問官と共に精鋭の2個分隊が航空支援付きで配備される。配備分かった、裏切られるかって話だよこれは。はい、精鋭部隊や航空支援は必要ない。ああ、あいつの腕なら一人で十分だからな。そんななんだ。その点は俺が保証する。それを聞いて安心しろっていうのか。うん、むしろ不安だけどね。あいつが、そいつが裏切ったら。空でも見上げてはどうだ。空ね、あれ月綺麗だね。正面から堂々と会ってくれるなら期待できる。おお、期待できる。ああ、どういう話になってるんですか？ねえ、花子様の話はね、俺もめちゃめちゃ気になるんですよ。ねえ、荒坂家のね、一番下のね、妹かな。頼信の妹なんですよね。これ動けないよね。あ、ちょっと一応ね、竹村ソルジュー。あ、来た。三太夫小田。おっとおっと。若いね、だいぶ。ん？ほんと、あなたが小田だよね。はい。あ、小田。ああ、じゃあ結構この感じ？例のコソドロですか？はい、コソドロです。B だ。自分のことは自分で話す。ああ。なら話してもらおう。いろいろ知ってるそうだな。まあ、知っとるね。身の安全を約束してくれないと話す気にはなれない。まずそこだよね。とりあえずね。あまりいい話じゃない。まずは身の安全を約束しろ。そうだね。お、本当？口約束だけどな。オーダーは信用できる。あ、あった。分かった。うん。俺はあの夜、コンペキプラザの例の現場にいたんだ。おお、これ超重要な話だ。親子喧嘩にしか見えなかった。ああ。だが、頼信が掴みかかり、首に手をかけて。お。それ以上言うな。え、もう皆まで言うなんて。え、けど、だが真実だ。うん、そうよ。花子様には知る権利がある。まあそうだろうな。あの方をお守りする。はい。私の関心はそれだけです。まあ竹村もそういうスタンスだったよね。うん、いいえ。ですが、三郎様を称える式典の間は、警戒が必要です。まあね、ジョニーの件もあるしね。殺害の目撃者が目の前にいるというのに。はい。お前はくだらぬ式典の心配とはな。血迷ったか、織田。まあ、血迷った。私は誓いを立てましたので。それを果たし損ねたあなたとは違う。見て見ぬ。いや、待て待て待て。うん、見て見ぬふりする気ですか？いや、ここへ足を運んだこと。まあそうだね。こんな話は聞きたくなかっただろうからね。あなたは今や賞金首だ。この場で跳ねて頼信様に差し出さないだけ、ありがたいとお考えください。まあちょっとその話は聞いとこう。どうされますか？まあ逆にね。その首を即座に頼信に差し出すだろう。なるほど。では命拾いをされましたね。竹村さん。はい。まさか。黙って見過ごすつもりか。あんたは荒坂の家臣だろ。はい。ならば上の者に忠義を尽くすのがあんたの務めのはず。そうですよ。それを忘れないことだな。そうですよ。コソ泥の説教。いや、もともと荒坂の人間なんで、私も。かつてはこんな落ちぶれてはいなかった。それはここにいるあんたの友達も同じだ。ほうほうほう。なんならあんたも底辺の苦しみを一度味わってみる。そうだぞ、めちゃめちゃ大変だったんだからな、こっちはもう。ジョニーというね、いい相棒もいたけどね。ジョニーじゃねえ、ジャッキー。そうだな。大丈夫か、あいつ。一応、やつの忠誠心に揺さぶりをかけたわけか。まあそうね、もともと荒坂の人間なんでね。そうだな。だが、やつの考えは変わらないだろう。変わらない。ポルテス。わかるだろう。小田は完璧主義者なんだ。そうだな。間違いを犯すことを何より恐れている。これで、ジョニーだ。荒坂野郎とつるむなんて一人で十分だからな。まあ素敵なお友達だな。いいお友達だな。他にあては。あいにく、やつだけだ。やつだけ？やつだけか。全然友達いないじゃん。まあやるだけのことは、まあ、やるだけのことはやったにしよっか。まあ、やるだけやったな。ああそうだな。同じアングルに入れる。有益な情報も手に入った。え？それはどういうことだ？え、なんか言ってた。そのパレードの話？織田の野郎話。式典？式典の後は東京に帰るはず。ああはいはい。わからないか。式典だ。はいはい。会うとしたらそこしかない。
どうにかして花子様の元にたどり着ければ、あ、そう。まずは綿密な下準備が必要。まあそうだね。あ、これがあれか、パレードの剣って言ってたかな。ちょっと待て、次はお前のつての番だ。ああ？頼りになるフィクサーを知らないか。いや、この話、うん、本当よ、それ。待て、相手が誰だか分かってんのか。少し落ち着けって。ちょっと荒坂だぞ。スキズムのハッキングじゃないんだぞ。本当だよ。花子の警備はナイトシティ一厳重だって自分で言ってたじゃないか。うん、だいぶやべえぞ、これは。だからお前に地元のフィクサーに連絡してくれと頼んでいる。はいはい、なるほどね。まあ、若子かだね。若子かだ、まあね、いるけど、どういう協力してくれるかって話だよね。ジグジグストリートのパチンコ屋のオーナーだ。パチンコ屋っつって。では早速会いに行くとしよう。おお、話が早いね。一緒に来るか。一緒に来る。ああ、遠慮する。いや、一緒に行くか、とりあえず。じゃあ、そうしよう。うん、オッケー。若子のところに行く。ジョニーは？ジョニーちょっと、あれ、あ、消えた。ジョニーなんかコメント欲しかったけどね。うん、まあ若子のところ行くけど、若子にどこまで話すの、これって。ねえ。まあまあな情報だよ、これ。うん、まあ、小田な、小田大事、小田どうすんだろうな。あれを知った上で、わかった。そのジグザグストリートに行かなくちゃ。ジグジグです。ジグザグじゃないです。まあ、運転はしてくれんだ。ジグジグです。おかしな名前だ。ジグジグです。五郎竹村もな。あれ、ジグジグで。本当に失礼なやつだ。何このイチャイチャドライブ。あんまそういうこと言っちゃいけないか。竹村は好きだけどね、やっぱりこの素直な感じ。うん、何この曲。竹村のセンスこれ。いいね。何これ、レゲエでもないよね、これ。謎の曲だね、これ。安全運転か。まあ、竹村、そういうところはなんか信用できるよね。けど、若干抜けてるところとかもありそうだけどね。いいね、いいね。さあ、どうしたもんかね。小田さんがさ、どこまで協力してくれると思う、あれ。うん、もう完全にダメだけどね、あれね。ダメってことないか。またどっかで、小田と接するときがあるかな。ちょっと泳がしすぎた。セリフ聞きたいがためにちょっと泳がしちゃったけど。まあけど、荒坂に勤めるものとして、よりのぶ、まあ、花子様のもとについてるわけだから、よりのぶがそんなことをしたっていうのは、まあ、ね、まずいわけじゃないですか。うん。で、そこら辺を、花子に奴が伝えるか伝えないかってとこですよね。重要なところとしては。ヤングおりますよ。いやいいね、いいね。竹村とのドライブいいな。あとなんかこうやってさ、移動の時もさ、その、オート、自動で運転してくれるからさ、ゆっくりなんか街並みが見れるっていうのもいいよね。それもなんか配慮な気がする。これはすごい好きな演出ですね。あら、ちょっとなんか、曲のか乗ってる感じあるね。竹村さん。やっぱドライブっていいよね。けどもうちょい会話してほしいけどね。竹村さん。あ、いい感じに。止めてくれ。ん？大丈夫？お、着きましたか？着いたぞぐらい言ってくれればいいの？えい。じゃあ行きましょうか。いいな、いいな、この感じ。えい、えい。ここはね、ジグジグストリート。そう、ジグジグストリートだよね。ジグザグじゃないですよ。全然、もう肩がもう、そういう、ま、なんかもうね、威圧して歩いてるよね、この。え？ちょっと面白そうな話してるよ、あれ。なんだ？あ、なんかややこしいことになってるよ。ああいうのとかも興味ないと。そして、ここにいる、ジョイトイも興味がないと。
村に絡んでほしかったな、今のちょいちょい。さて、こんにちは。この謎のね、特別チャンス、ファイズ。ういっす、お邪魔します。相撲、おでこがいいよね、こいつね。じゃあ、我が子さん。落ち着きなあれ。あれ、ローグとやり取りしてんの？えらい誤解しとるようやな。うん、どうしたどうした？あんたのチームを襲ったんが誰や知らんけど、ローズやないのは確かや。はいはい。うちの子らは部をわきまえとる。部をわきまえとる。切るで。うん。お客さんが来はってん。ああ、なんかローグさんとやり取りしているときにすいませんね、ちょっとね。はい。よう来はったな。はい。日本人の竹村さん。まあ好きそうだよね。うん、若子。竹村さんです。めっちゃ見てくる。はい、仕事相手です、これ。たまたま一緒に仕事をしてるだけの相手さ。うんうん。五郎竹村です。はい。お会いできて光栄です。ちゃんとね、礼節をわきまえているからね。えらい、うん、日本人ですか。はい。気の毒やな、うん。聞いた話やと、荒坂の兵隊犯に追われてる。うーわー、知ってんだ。あれ話してないからね。でしょうね。叱るべきとこに通報せん方がええ理由があるんやったら言ってみ。はい。いっぱいありますね。うん。まあ仕事を持ってきたエディは好きだ。そんなこと言って興味があるんだろっていうのもあれだな。まああんたもグルだと思われるのがオチだっていうのもあれだよね。まあけどコーポレートだからね。うん。なんやって？うん、日本人の逃亡犯がナイトシティに潜伏してるってだけで、うん、そうね、あんたの関与が間違いない。ああ、なるほどなるほど。面白そうだね、日本人っていう。俺たちごとあんたも消されることぐらい考えなくてもわかるだろう。うん、もう皆まで分かってるよと。おう。ここなら要件言うてみ。うん。電話ならいつでもできる。うん、電話じゃないんですよ、これはね。やっぱ直接話さないといけないんですよ。目怖、ちょっと怖いな、若子。ジャパンタウンでパレードが。やっぱオーラあるね。はい。また荒坂絡みかいな。そうね、荒坂絡みは嫌でしょうね、若子的にも、ね。仕事熱心なのは構わへんけど、なんでわざわざうちとこに、はい、ミスター・デショーンは電話に出えへんかったんか。デショーンはもうね、ゴロー、デックスは今どうしてるんだったっていうのもあれかな。うん、それはなんかやめとこうよ。あなたは、うん、そうだ。この界隈の全てを把握してる若子。デショーンを殺したのはこいつだからね。うん。サブロー・アラサカを忍ぶ大規模なパレードなら、うん。あんたも何かしら絡んでるんだろう。そうでしょう。ああ、なんか2001じゃない。今なんと。まあ、お、あんなやつ誰が忍ぶと。まあ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 。このチップに入っとる。おお、何パレードのルートか。今はその持ち合わせが。せやろな。せやろな。ただでやる。え、マジで？岡田さん、いくらなんでもさすがにただというわけには。おお、その代わり。いや、いる。けど本当にただでいいのかっていうか、ただより怖いものはないっていう顔してるけど。いや、これ怖いな。いや。しつこいな。気が変わらへんうちに受け取りや。はい、すみませんすみません。じゃあ受け取りましょう。じゃあちょっとこのパレードの全貌が詰まってるんでしょうね。移動経路とかなんかいろいろ。はい、ジャパンタウン。パレードの間は地区全体が封鎖される。あ、そうなんだ。メインとなるのは出汁の行列や。出汁の行列、もう祭りだね。へえ。パレードのルート沿いにはバルコニーや歩道橋。うんうん。他にも見晴らしのいいポイントがある。あ、なるほど。狙撃とかがされないようにね。一番大きな出汁からスピーチを行う予定になっとる。はい。なあ、荒坂花子のビジュアルがついに。警備についての情報はあらへん。うん、なるほど。言っても最近いろいろあったし、うん、それなりに厳重やろな。まあそうだよね。前回のパレードでは荒坂のやつ、パレードは結構やってんだね。群衆に紛れとったわ。ああ、なるほど。ここら中に身分を偽って。はいはい。まあそうでしょ。それだけでも十分厄介やけど。けど、ネットランナーだよね。まあいるでしょうね。うん。で、監視カメラを見てるんだな。はいはい。わかるわかる。メインアクセス、大丈夫よ。早くできてるよ。ここ自動化された制御センターや。なるほど。うまいこと利用できるかもしれへんな。なるほど。私の行列がジャパンタウンを出たら、パレードはしまいや。後に残るんは誰も片付けへんゴミの山。なるほど。
誰も片付けへんね。こんなところや。はいはい。十分です。ありがとうございます。もう帰ってんか。帰ってんか。何をするか知りたくないのかってあんまり突っ込みたくないけどね。けどまあなんか若子も若子で知りたくないんだろうね、多分ね。ここまで聞いて。うん、あんまり聞かない方がいいこともあるって思ってるよね、知らぬが仏やっぱりね、ほっといても一連ニュースでわかるんとちゃうか、まあ、そこまでにしないようにしたいけどね。単純に若子と話すだけっていうさ、こっそりあのことできんのかな、ニュースならないようにしたい。どないしたんや。はい、うん、知らぬが仏、さすが若子さんですね。いいよ、好きよこれ。うん、ありがとうございます、若子さん。ちゃんとね、礼をして。では、また、他にお仕事ありましたら、ね、またやるので。荒坂相手に何をすんのか知らへんけど、うん。今度は上手にやるんやで。わかりました。あれですよね、あ、これは別のミッションだから、ちょっとやめましょうね。はい、わかりました。ありがとうございます。ジョニーのあの件で、のこと言ってんだよね、これね。言いたいことあったんとちゃうんか、はい、あ、大丈夫です。また他のミッションの時には来るので、一旦じゃあちょっと行きましょう。こうは移動している。よし、じゃあ行きましょう。はい、滝村さんどうでした、あれ若子さん。魅力的な女性だだよね。わかるわかる。これで肝心な情報は大体手に入ったと言えるが、うん、念のためもう少し調べてみる。はいはい。ここに残っていくつかつてを当たってみると。いや、つてなんかないでしょ。何か新しいことが分かったらすぐに連絡する。まあ了解。じゃあ気をつけて何しようか。目立たないように何しようか。目立たないように何しようかな。いや、気をつけて何。じゃあな、ゴロ。うん。ああ。では達者でな。いいねこれ。V。よし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 、いいぞいいぞ。これは、はい、了解です。え、これ終わったの、これストーリー。ん、あ、どこ行くんだ。あ、若子のとこに戻ってんの。え、何、あ、違うこいつ。運試しにスロットでもやったらどうだい。お、竹村とやり取りをし、これはちょっと話を聞きたい。思い詰めた顔をしてるからさ。うん。そう見えるの。運命はルーレットと同じ。運命はルーレットと同じ。ボタンを押せば、道が開けることもある。そうね。確かに。そうかもしれないな。助言に感謝する。うん。いやー、竹村さんね、もうね、素直で可愛いね、ほんとね。何かご用でしょうか。いや、大丈夫です。じゃあ、竹村さん。ちょっとなんか、あれ、また動く。よし、じゃあ、一旦これで終了でいいのかな、これは。うわー、すごい。あ、ちょっと待ってください。パナムから連絡来ました。時間ある。え？どうした？ちょっとまずいこと言って。またキャンプ行くえと。困ってるんだ。いや、ちょっと待ってくれ。俺に連絡するなんて。え、ミッチーに何かあったとか？ソウル。てかもうなんか問題ばっかり起こるね。確かにそうだけど。うんうん。何があった？いや、来たくないわけじゃないんだけど、ちょっと今まだ、待って。今、後で。今は無理だ。ごめんごめん。うん、ちょっといろいろあるから。今になったら連絡して。はい、わかりました。すいませんね。ちょっといろいろミッションやってまして。新規ジョブ、友の力を借りてっていうのが追加されましたと。ちょっと見てみますか。軽くだけつけ。あ、しかもサイドジョブだ、ちゃんと。これはちょっと後で見ましょう。はい。で、じゃあちょっと。竹村の連絡を一日待つ。まだ終わってないんだ、これじゃあ。なるほど。竹村って男と会ってたね。じゃあちょっとまだ終わってないから、一日待つか。どうしよう。一日どうやって待とうか。わかりました。じゃあちょっと、あれってかこれ、ん？どこだっけこれ。
わかりました。じゃあ、1日待つっていうのも含めて、一瞬なんですけど、自分家戻りましょう。で、自分家で一旦寝て、で、アイテム整理したいんですよね。なんで、それピャッとやって、で、美薬はいいわ。うん、一晩寝て、え？遠くね？ごめんなさい。うん、一晩寝て、で、うん、それがちょうどいい気がするな。じゃあ、とりあえず一晩寝ますね。他のミッションもこの最中に進めたくないんですよ。いやー、いいね。なんか銃のホログラムが浮いてるあたりとかも素晴らしいね。よし、いいね。すぐ来れた。じゃあ、ちょっと自分家戻りましょう。自分家どれだっけ？これが。じゃあ、一旦戻って、で、アイテム入れて、戻る。あ、じゃあもうこれはこのまま進むのかな？このまま進むというか、え、結構重要なミッションだぞ、これ。まあけど、やるやつだよね。レジーナ、新しい持ち主を見つけてるんだけどって、これ車か。あ、かっこいい、今の車。シオン。ああ。久しぶりに帰ってきたな、部屋。ん？閉まんねえし。よし。で、アイコニック系のアイテムを、しまいたいんですよ。なんで、ちょっとそれをしまいます。アイコニックの。これか。アイコニックもしまう。で、サラトがしまう。アラートが、これもしまっちゃえ、装備し、うん、そうだね。で、基本クラッシャー、まあいいでしょ、これでしまっちゃって。で、刀も、いいよ、これしまっちゃおう。ストーンし、こっちの方が強いし、全然強いし、非致死性だし、これしまっちゃって、で、服も着てないやつはしまうっていうのをやるのはいいや。これは後ででいいや。うん。一旦この、これは持ってる。これを使いたいから。で、ノバ、ヌエね。オッケー。よし、じゃあ、このしまっちゃう用事さんした上で、リバティ、ね、欲しい。リバティ1、これを強化するっていうのもありな、ね。よし、オッケー。じゃあ、そんなところですかね。あ、一瞬ちょっとこれ、見ていいですかね。ネット、メッセージは特になくて、久しぶりに帰ってくるからな。ちょ、ナイトシティのニュースで、もしかしたら、EMP で停電がっていう話はあるかもしんないんですよね。あ、ないんだ。なんか、ナイトシティガイド？いや、違うな。どれだっけ？あ、WNSL、あったこれがね、その1個前にやったやつですね。カンタオ社の AV が墜落。中国企業カンタオの AV がバットランズで墜落。同社広報は、試作機の試験飛行と発表しているが、その試作機に軍のコンボイが同行していたという、目撃談は、この主張と食い違っている。不都合な真実を隠匿しようと。あーねー。だいぶ、盛り上がってしまいましたね。そこら辺がね。ネットに新型のデーモンがあって、これ知らないな。インタラクティブブレインダンス？こっもあったっけ？あ、バイオテクニカがクローム競争って、興味深い。よし。MCBD、こっちもあれか。同じかな。あ、今後かん、AV が墜落。今後、カンタオ製品を購入する際は、事前によく検討すべきかもしれない。先日、同社の AV がバットランジで墜落した。試験飛行の名目ではあったものの、同社のイメージダウンは免れないだろう。まっとうな企業であれば、決してこのような点々点ですって。いや、これでね、ちょっとあったらいいですよね。その、MGS5 じゃないわ。違う。GTA5 にもあった、その株式システム。株式があったら今の、このミッションをやる前にもしかしたらこれで風評被害とかによって株が下がったりするから、ライバル会社の株を買っとこうみたいなこともできたわけですよね。いや、やりたかったなぁ。じゃあちょっと久しぶりにシャワーぐらい浴びとこう。なんかね、もう全然家帰ってきてこなかったからね。
よし、じゃあ浴びたし、で、お風呂入ったから、トイレは別にね、できないんだよね。よし、じゃあ、こんなところで、まあ、テレビ、ニュース見るのもありなのか。ちょっと、チラ見ニュースが見れるのか、チラ見してもいいですか。はい、テレビ見る。あ、あるある、これ、大事。うん。はいはい、私やりました。すいませんでした。はい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 。ノーマットに襲われた。ああ、そういう扱いになったんだ。あ、この中にスコーピオンいるのかな。ああ、そう。なんか、カウンターオーシャンの社長、安倍総理に似てない今。安倍前総理か。うん。めちゃめちゃ今、安倍総理みたいな感じだったよね。すごいな。しかも、カンタオでっていうのをまたやるね。荒坂じゃなくて。いや、いいよ。好きよ。そういうの大事。ああ、そうか。勝手にあれだ。ニュース流れるようになるんだ。その。CM 多いんだよな。CM 消させてほしい。ダメだ。OK。じゃあ、あ、間違えた。よし。じゃあ、立ち上がって。ね、一晩寝て。じゃあ、ちょっと、ね、ああ、いい景色だこと。寝よう。はい。おはようございます。じゃあ、竹村さん、連絡くれるかな ?BCG の後みたいになるで。ありがとうございます。久しぶりに寝たわ、ベッドで。どう?なんか、ジョブが更新されちったの。え?まだあれか?あ、間違えた。これを、これは別にいいのか。これつけとくか。とりあえず持てるか。一応。まだ連絡が来ない。まだ連絡来ないのか。あらさかフィギュアだ。まだ連絡来ないのか。ん?デモインから愛を込めて。え?何これ怖っ。こんなんなかったよね、さっきね。ちょっと読んでみましょうか。なんで?小便器に飛び込み逆立ちをしよう。生き延びたのは俺だ。お前ら全員死んだ。え?怖っ。小便器に飛び込み逆立ちをしよう。え?トレインスポッティングみたいな?あれは大便器だからな。いや、逆立ちをしよう。え?超怖いテキストがなんでこんな俺の部屋に?いきなりホラー始まったんだが。え?サイレントヒルのルームみたいな。もう出れないとか。ん?銃はまってない。どういうこと?小便器。逆立ちできんのこれ。逆立ちできないし、ちゃんと流れる。すごい。そうか。よくわかんないから、とりあえずもう一眠りするか。やっぱね、なんか、普通に時間を飛ばすこともね、全然できるんですけどね。やっぱなんか、ちなみたいですよね。その世界に。うん。ちょっとね、くたくただからさ。全然寝てない。ん?何日経った?時間どれくらい経った?特になし。じゃあ竹村にこっちから連絡しちゃう?試しに。あ、まあ確かに。それはやってもいいことで。竹村さん、おはようございます。
はい。調子はどうですか？元気にしてるのか？ああ、だが急にどうした？あれ、これは聞いたよね。ただ聞いただけだ。いつも何か目的がないと話せないのか。本当よ。これはすまない。うん。誤解させてしまったよ。なんていうか、そういう友達がいなかったんだよね。そのような質問には慣れていないものでな。俺みたいな輩は順調にやってるか、うん、墓の中にいるかのどちらかしかない。はい。あら坂の様子はっつって。準備進んでる？準備は。あ、これでこの会話だったよね。あとは木を待つだけだが、それが一番難しい。まあそうだよね。これ以上はやめておこう。はい。電話でするような話は。これがさっきの話だ。先にちょっと電話しちゃって。オッケー、話題を変えよう。じゃあまた話すか。また後で話そう。全然連絡ないけどな。くそ、全然連絡ないか。まあいいか、じゃあここで売るもんだけ売ってようか。で、ジャンクで売れるもん結構あるんですよ。あ、価格相当されてるからちょうどいいか。ここら辺は高く売れるんですよね。勝手に分解されるようなパークは入れてない。はい、2個入れちゃって、売って、売って、売る。OK。古代の力を秘めているのだろう。英雄の証だ。ドッグタグ。これは捨てちゃダメだったりする。部外に見え。銃弾のペンダントってさ、これ、ダメでしょ。え、銃弾のペンダントってこれ俺のだよね。え、俺の頭に入ってたやつじゃなくて。それはまずいわ。それは売っちゃダメな気がする。これだけはちょっと取っとこう。OK。ジャンク品を売却。ああ、他のやつね。うん、いいよ。いや、待て待て。別に、これでいいよ。はい、オッケー。え、750だけじゃないはずなんだよね。あ、6000万いった。やったぜ。よし、じゃあもう一晩寝るか。全然連絡来ねえし。おはようございます。てか俺もなんか回った方がいい？確かに全部任せっきりだからな。とりあえずちょっと付き歩くか。もうしょうがねえ。家で寝ててもしょうがない。連絡全然来ねえから。あ、ていうか、これ、どうなった？おっと、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。そんなすぐ警戒しなくてもいいでしょ。え？なんでやねん。何もしてないけど、俺。何もしてないけど、ちょっと逃げて。いや、ただちょっと見ただけなのよ。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。あ、やばい、やばい、やばい。来ちゃう、来ちゃう、来ちゃう、来ちゃう。ブロック？わあ、やばい。逃げられない。わあ、嘘だろ？ちょっと待ってくれよ。なんでこんなことになってしまったんだ。ちょっと話しただけじゃねえか。うわあ、逃げて。逃げて。ごめん、こんななんか騒ぎ起こす。起こしたいわけじゃなかったのよ。だってもう、花、ちょっと見てただけじゃないですか。こうは、こうは、これだわ。無理だよね。触れないよね、と。あ、もう全部触れないわ。ちょっと部屋戻って。はい。はい。はい。部屋戻ったら大丈夫でしょ。外は怖いということが分かりましたね。はい。というところで。こんな逃げ方あんの？逆に言うと。ははははは。無実だってよ。タイガークロース。じゃあちょっと、どうしよう。どうしようかな、そしたら。え、特にやることないんだが。やることないってわけじゃないんだけど。
え、じゃあシルク通りとか戻ってみる試しに。じゃあちょっと戻ってみるか。で、時間進めてみるかな。全然連絡来ないわ。時間が進んでるかどうかを確認した方が良かったか。ん？あ、これサイドジョブか。まあ、これもサイドジョブだ。これはまずいね。わかったよ。なんで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 。すごい荒んだ街だな。うん、ちょっとなんか、シチュエーションに合わせてみたいなこと言ったんですけど、全然連絡来ないんで、時間をスキップします。結局。どんぐらいスキップすればいいのかな？同じ時間スキップしようかな。はい。あ、来ました、竹村から。うん、最初からこれしといてやったのかな。いやけど、ごめんなさい。あの丸いやつ、かっこいいな。よし、竹村だ。岡田さんは俺たちを裏切ると思うか？どうした？もう彼女が性欲なきゃなくなったのか？あんたは何も心配しなくていい。今どうなんだ？まあそうだよね。いや別にし、見ればわかる。気のいい老人。いや、もうちょっと早っ。いや、怖い。逆に怖いわ、このレスポンス。こんな、もう、どうした？情緒不安定か？見ればわかる。気のいい老中の仮面の下に猛毒の雲が注んでいる。だが俺は騙されないぞ。あらさかに思うこと、ところがあるにしろ、俺たちをパチンコ玉数個と引き換えに売り渡すこともできたはず。だがそうしなかったということは彼女は日和見主義者だ。余計に油断がならない。なるほど。なるほど。2匹のネズミをとりあえず捕まえておいてタイミングを見計らってるのかもしれない。俺は今歌舞伎にいる。ああ、歌舞伎いいんだ。2つ質問していいか。どうしてこのスラムは歌舞伎などと名付けたんだ？本物の歌舞伎は芸術だぞ。すぐに知らせる。わかった。手伝えることがあったら言ってくれ。うん。申し出には感謝するが、今は一人で大丈夫だ。お前に後で活躍してもらう。オッケー。うん。じゃあもう一晩寝るか。もう一晩寝て、起きて、で、また時間進めたら、多分、ま、いけんじゃないかな。爪きれいだな、B。おはようございまーす。この寝て起きる描写があるからさ、またこのなんか、寝て起きるってやつを利用してさ、いろいろなんか、ストーリーとか作れそうで。ずっと夢を見ていたみたいな感じの。とかてかこれをベースになんかいろいろ作れそう。おお、来た。はい、岡田さんから得た情報のおかげで、はいはい、準備は着々と進んでいる。あ、ほんと。それから俺が調べて分かったことも報告したい。おお、聞きたい。話そう。おお、あ、おお、待ち合わせ場所はゴミ処理場か無人のNカート駅か。うん、ジャパンタウンの南にある露天街まで来て。露天街ね。大通りにかかる歩道橋の上だ。はい、昇降機を使え。昇降機？エレベーターってこと？はい。あまり待たせるなよ。わかった。ありがとう、竹村さん。じゃあちょっとストリートの上にてっていうミッションがね、つい、進んだんで、ちょっと。あ、違うわ。終わったのか。あ、今終わったんだ、やっと。ストリートの上にて終了しました。ようやく終了したな、これ。なんか。何の戦闘もなかったけど、とりあえず話しているだけって感じ。お、タケルからさらにメッセージも来た。出た。いいね、返しが。ジャパンタウン、神崎通りの露店街。行けばわかる。あ、ここは知ってる、おなじみなんで。結構行ってたから。露天街は上だ。かなり高い場所だから、昇降機を使って、使え。2台あるはずだ。え、2台も、なんだ。キツネは尻尾を加えて鳥小屋に忍び込む。まあ、それが合ってるかわかんないけどね。ちょっとこれで返したいね、やっぱり。どんな暗号だ。つまんないやつだな。
おい、B ふざけるな。これは遊びじゃないだぞ。来るのか。行くって。行くって。もう。なんだい。その、もうあっちがね、あっちが最初さ、そういうメッセージ送ってくれたから、こっちちょっと乗っかったのにさ、たく、竹村も。ね、硬いな、あいつもな。硬いのか柔らかいのか、正直よくわかんねえな、あいつは。まあ面白いけど。よし、というところですかね。なので、ジャーナルで、次は、この、ギミデンジャー。もっとスリルを、あのイカレた浪人目、やりたい放題だな、つって、若くからなんとかパレードの情報をつかんだと思ったら、もう無茶な計画を立て始めている。ジャパンタウンの露天街で打ち合おって、上等だ、出向いてやりゃいいが、俺の考えはわかってるな。やつの言いなりなんかなるなよ。あいつのね、頭のネジは緩んでるどころか、外れたのか、何個もカラカラと音立てているからな。ああ、なるほど。もっとスリルを。やばいね、ちょっとね。もういろいろ進んでるね、マジで。どうしようかな。はい。というところで、まあ、一旦ね、このストリートの上にて、っていうのがね、終わろうかなと思いますが、どういう感じだったというか、まあね、あ、もうすぐ忘れた。小田だ、小田。小田がどう絡んでくるかですよね。で、また小田も行きつつの、若子が情報くれ。若子がすごい良かった。あ、小田、あ、花子も追加されてる。ちょっとこれは読んどきましょうよ。花子、荒坂。おお、ビジュアルがやっぱ出てんだ。オッケー。よし。花子、荒坂。ああ、こんな感じなんだね。ああ、なるほど。サブロー、荒坂の娘であり、荒坂社の中でも特に謎めいた人物。彼女の過去はほとんど明かされておらず、ジャーナリストが少しでも突っ込んだ質問をしようものなら、専属の弁護士チームが血相を変えて飛んでくる。一説によると、花子は青年に達するまで、東京の自宅から出ることを許されておらず、文字通りの箱入り娘であった。だが、ネットランニングを通して、外の世界をから孤立せずに済んだのだという方。また、兄である頼信が荒坂家に反旗を翻し、やがてそれが失敗に終わった後、花子が彼を再び家族として迎え入れるよう説得したとされている。ああ、そうなんですよね。なお、花子は荒坂社の公式な役職に就いたことがないものの、社内の様々な裏稼業に関与しているとの噂がある。しかし、それが真実であるかどうかを知る日は訪れないだろう。花子に関する噂は長く続かない。広まる前に噂をする人間が消えてしまうからだ。怖え、何なんだこいつは、本当に何なんだ、そもそもこいつは人間なのかっていうところにもなってきますからね。で、またレリックっていうのもあったりとかするんで、まあどういう絡み方をするのか、花子が。けど、今のところすごい重要な人物なんでね、結構情報持ってきたいですよね。まあ、ついでに言うならば、ジャーナルじゃない、チップのところで花子の記事とかもあるんですよ。どこだっけな、頼信が殺されるところの、てか頼信の部屋かにあったんですけど、まあその花子を追った記事を書こうとしている人とか、どれだったっけな、紺碧じゃねえな、いやないな、すぐ出てこねえ、飼いならされた理由、まあこういうところにも花子の下りはありますもんね、このここですね。うん。頼信が一回父親と和解したっていう時があるんですよ。その、K っていうね、長男が、葬儀で亡くなった時の下りなんですよね。そこでまた花子はどう絡んだのかもありますし、もっと言えば、まあ、なんだろうな、いろいろ、あれ、どこだっけな、ってかもうすぐ見つからないわ、こんな、ドキュメント多すぎて。いつどこで読んだ記事だった気がするんだけどね、あれね。
あったわ。沈黙の花、花子荒坂の電気。これとかだと本当にもう謎なんだけど、この人がだいぶ踏み込んだね、話をしようっていうところで、この本の続きも読んでみたいですよね。誰も知る背後から銃弾で自殺っていうね。そう。もうこの、花子のことを書こうとしたら殺されちゃうとかやね。こういうところに話があったりとか。ここね、ここ重要ですよね。サブロー荒坂の3番目の妻、美智子の間に生まれた娘なんですよね。またそれも、どこまで何が本当なのか。ちょっとね、もしかしたら、レプリカントみたいに作られた娘なのか。レイチェルみたいなね、スタンスなのかもしれないですよね。いやー、興味深すぎる。そして、からの、オーダーが追加されてましたね。もうちょい花子見とく。まあ、箱入り娘だったと。でも、質問したら弁護士が切ると。全然情報がない。ネットランニングをしていたと。よりのぶといね、あと、ケイがいると。花子が彼、なるほどね。オッケー。なるほど。まあ、あんま情報がないからこそ、こういう裏稼業に関与しているっていう根も葉もない噂が立つんですよね。なるほど。面白い。ついに花子が出ましたね。はい、じゃあ、太田。次、太田。一個、太田ちょっと闇深そうだね。ビジュアル的にね。はい。太田。花子荒坂のボディーガードであり、竹村によって鍛えられたサイバー忍者。グレイフォックスみたいな。V と竹村を救う鍵となるはずが、小田は二人への協力を拒み、町を去るよう促した。結果的にまた一人敵が増えただけだ。いや、まだわかんないけどね。まだ正直わかんないよ。小田は。もっと説得すればなんとかなるかもしれないし、花子についてるのであれば、ね、頼信を下ろすっていうところにも、落とし入れるとか、そういうところにも、だいぶ歩み寄りはあると思うんですよね。なんで、まあ、そういうところをつくでもいいし、箱入り娘化していた花子に対して、そういう情報も入れたくないっていうのもあるかもしれないね。まあまあまあ、ちょっと、この小田と花子の関係性はかなり気になりますね。はい。小田は花子のそばを決して離れない。彼がいる限り彼女に近づくのは困難だろう。けどまあいいよね。そのね、竹村が鍛えたサイバー忍者。こいつと戦うことにもなるかもしれないよね。もしかしたら次のミッションとかね。はい。いいね、いいね。いろいろキャラクターも増えてってか、多いな。ゴッドフリートペルソンとかもさ、これもう、ほんとその他のやつだったからね。OK。というところで、長くなりましたが、一旦じゃあこんなところで、この、どれだっけ？はい、ストリートの上に、のジョブ、上にてのジョブを終了したいと思います。ではでは、って言うと、なんかもうあれだよね。あっちゃんの、YouTube みたいな感じですよね。はい。なんでね、ゲームって本当にいいものですね。それでは、さよなら、さよなら、さようなら。